おはようございます。今日はですね、前回のオプティマス111の、お掃除というかメンテナンスで、ここにあるのはですね、主要なこの前分解した部品です。だからここにバーナーヘッドとかもろもろの部品が入ってます。でこれをあらかじめ作っておいた洗浄液の中に漬け込んでありますけども、漬け込む時間というのは別に30分でも1時間でもいいんですけども、これを使って超音波洗浄をやっていきたいと思います。何も難しいことはないので、ただ単にこれを洗浄機の中に入れてですね、電源を入れます。ちょっと不快な音がするかもしれませんけども、このような形で超音波洗浄をやるんですね。ちょっと見にくいですのでもうちょっと寄せてますけども、掃除はまちまち、どのような方法でも正直言っていいんですけども、私は、最初に、超音波洗浄をしてですね、汚れを取っていくような形ですね。で、この液ですけども、漬け込んだる液はですね、単純なこのクエン酸です。はい。クエン酸に少量の液体の洗剤を入れとるだけで、基本的には中性です。ちょっとこれをつけるとですね、これハンドルですけども、このように汚れがつきますので、これを、丁寧に拭き取ってあげるという作業だけですね。これはほとんどこれは綺麗になってますけども、漬け込むことによって、汚れが部品から分離してですね、若干汚れを落としやすくするというだけのことですけども、これがね結構ハンドルは多少これ綺麗になりましたかね。問題は中の主要部品です。で、全部漬け込んであるので、これがタンクガードですね。サビも一緒についてきますので、汚れかサビかわからん部分も多少はありますけど、気持ち、自己満足かもしれませんが、このように汚くなります。はい。で、このような作業も必要になりますので、多少これで、すす汚れは、ほとんど落ちとるような状況です。でこの超音波洗浄は、時間5分ですので、今日のね、時間内に終わるかどうか分かりませんけども、一応、このような、金網ですね、ウィッグです。あんまり綺麗にはならないですけど、多少汚れの他に焼けがあるので、ひどいとですね、これを何回も繰り返すときもありますので、正直。一回で綺麗になるときもありますし、年金入ってれば入ってるほど、これですね、
多少当初の、状態を覚えてみるかどうか分かりませんけども、そうですね、まあ多少傷になったんですね。これ でこれを手で、汚れを取っとるとですね、なかなか落ちないし、もう本当に大変な作業になってくるんですけども、まあこれをね、第一次的にやっとるとですね、多少まあ軽減されると、作業ですね。もうかなりな汚れですけども、まあこのステーパーも変えなかんくらいの汚れですけども、当初真っ黒でしたけども、まあ、これが今の状態ですね。ピント合ってますか？まあこれで5分経ちましたので、まあこのような作業をですね、していくんですね。あともう細かい部品がいっぱいありますので、ちょっと見とっても楽しくないような絵になってます。まあこれがバーナー本体ですね。まだちょっと先の方しかやってませんが、もうズボッとつけちゃいます。まあ中にはこのバーナー本体の中にね、かなりな汚れがありますので、まあ正直言ってこれからですけども、かなり、水を含んでますので、大変汚いですけども、まあ、超音波洗浄することによって、除去には大変効果的だと思います。短いですけども、今日の記事でした。